皆さんこんにちは。おお。あ、武者震い。武者震いだなこれ。いやこんなね寒い時はねちょっとねこういうの飲んでね武者震いをね返さないといけないんですよね。武者震いを返さないといけない。ちょっと手が震えてるけど飲みますね。武者返し、こんな寒い日はうーの武者震いを返して武者返しだ。いやー僕もねあんま背が高くないからね、いやジャイアント馬場さんとか、河合俊一さんみたいな背が高くなりたいな。どうやったら背が高くなれるかな。やっぱあれ、あの方たちはそうだ、新潟出身だから、新潟といえば米どころ、いい米を食べるとあの大きくなるのかな。ところでやっぱ越後だから、新潟越後だから、あのセルジオ越後さんってやっぱりいい米食べたのかな。あの人新潟出身だっけ。ああ違う違う、あれ、あそうだ、ブラジルだということで、今日は吉野川越後純米ね、これをねちょっとね、あの皆さんとね一緒に飲んでいきたいと思います、ね、セルジオ越後と越後純米と何の関係なのか分かりませんけど、ね、吉野川越後純米ね、こちらをあの飲ませていただきます。かーうまい、五臓六腑に染み当たる。かーうまい、五臓六腑に染み当たる。うまい、五臓六腑に染み当たる。やっぱりね、山口県といえば明治維新だよね。明治維新といえば山口県だったら、あのね、騎兵隊を作った高杉晋作とかがいるんだけど、やっぱりね、日本の夜明けせよっていう、やっぱり坂本龍馬なんだよね。で坂本龍馬っていうと、まあ、高知県なんだけどね、坂本龍馬のお酒っていうのがあるかなって探したのね。僕探したの、あったんですよね。千秋八作、日本の夜明けぜよっていう酒なので、今日これを飲んでみたいと思います。はい、いただきます。かあうまい、五臓六腑に染み当たるぜよ。かあうまい、五臓六腑に染み当たるぜよ。かあうまい、五臓六腑に染み当たるぜよ。いやーこの間ね、うちの宿に有名なタレントさんが来て、まあ古くからフレンドだったんですけども、そこから毎晩酒のレントが始まりまして、今日病院に行ってレントゲンを撮ったんですけど、でも大丈夫だったんで、こんなことでフレント今日も飲むぞということで、今日のねお酒レントいただきます。もう連動続きなんでね、ちょっと疲れてるんだけど、もういいって。あ、すいません、いただきます。はい、かうまい、うまい、レント音響熟成、ゆっくり音響熟成、レント、かうまい、五臓六腑に染み当たる、五臓六腑に染み当たる、五臓六腑に染み当たる。いやなんかさ、僕人気がないからさ、社内でさ、僕のいいとこをね、書いてくれってアンケートを取ったんだね。いいとこ書いてくれってアンケートを取ったんだけど、ちょっと来たから見てみようね。あ、これも白紙、宮川和也のいいとこ書いてくれって言ったら、これも白紙、あ、これも白紙、これも白紙だな、これも白紙だな。あ、え、これは白紙か、これも白紙かということで、特別純米山田錦の黒松白紙か、こちらの方を飲んでいきたいと思っております。かあ
あ、うまい。白紙かうまい。僕のアンケートは白紙か。白紙かうまい。五臓六腑に染み渡る。うまい。五臓六腑に染み渡る。五臓六腑に染み渡る。うまい。それでは皆さん、最後になりますが、宮川和也の酒と魚のペアリングチャンネル、酒100話のチャンネル登録をぜひよろしくお願い申し上げます。今後もですね、美味しいお酒と魚をですね、ご紹介してまいりますので、どうぞお楽しみいただければと思います。また、若女将のチャンネル、宮川よしおの、若女将のゆるい旅館日記、こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。さようなら。